ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリア Z1 ソニーエクスペリア Z1 はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発されたスマートフォンである。2013年9月1日にドクベルリンで行われた IFA で発表されプロジェクトコードネームはホナミ。初版は2013年9月15日に中国で発売された香港モデルとなる。 また T モバイルから改良版エクスペリア Z1S が発売された。日本向けに展開されているのは NTT ドコモと KDDI からそれぞれ2013年10月23日にソル23、2013年10月24日に SO-HF が通信仕様、事情等に合わせて販売されている。 製造番号は C6902L39HC6903C6906C6916C6943L39 トン SO-0HF s o l 23Xperia Z の後継機種でスマートフォンではトップクラスとなる有効画素数2070万画素のアウトカメラには ソニー製の裏面照射積層型 CMOS センサー、XMA RS4 モービレとソニーが開発した、広角 27mmF2.0 の薄型非球面レンズ、G レンズ、同社製のデジタルカメラ、アルファやサイバーショットに採用されている画像処理エンジン、バイオンズを、エクスペリア向けに最適化したバイオンズ4モービレを搭載し、 コンパクトデジタルカメラ同等のより高画質な写真を楽しむことができる。また、日本独自機能としてお財布携帯フルセグワンセグ、赤外線通信に対応するが、ドコモ版のみモバキャスの受信機能が追加となる。ブラジル向けの C6943 モデルのみ、ワンセグ放送の受信に対応するが、これは地上デジタル放送の方式が、 ISDBT で日本と方式が同じためである。ありがとうございます。